潮も満ち、時間も上々となりましたので、ただいまより本日のおめでたき親子血縁の杯儀式を執り行います。肉親よりも強いと言われる親分子分の絆は本当に存在するのか。黒いものでも白になる親分の絶対命令、親分への絶対服従は何を意味するのか。親分、今後ともよろしくお願いします。ヤクザ社会に任侠道などというものは存在するのか。カメラのラウンドぶち壊しはどうだ。ありがとうございます。弘法大師も筆の誤り、猿も木から落ちる世の例え、この神器あげますこと言語動作間違いますれば真っ暗失礼さんにございます。市民社会の裏側で闇の帝国に君臨する彼ら、全国に2330団体、構成員およそ10万人。果たして宝田一家の頂点に立つ総長は誰か。総長選の陰で何が起きようとしているのか。山口県警との激突はあるのか。やっぱり警察の方、当局の方、その警視庁の方が考え方が嘘と思うんですよ。これはね、襲名させんではね、頭が決まらんでね、もう倒しちゃったらその統一もないし、または若い人も悪いことをできてくるし、いろいろな統率力がないことになるとね、そのまた悪い反面が出てくると思うんです。潜入、激写、放送の主役たちは今やっぱ今の五大官にしてもね、なるべく早くいろいろ取って決めないと山口組対になると。五大官の中で今の山口組と一番会になるような恐れもあるわけだな。トップをはきっちりと早くやらんと。四代目襲名の座をめぐる激烈な主導権争いは、山口組一和会の分裂を生み、ついに竹中正久組長暗殺という最悪の事態を引き起こした。ヤクザ史上始まって以来、血で血を洗う大抗争の幕開け、不気味な裏社会の黒い集団、やったらやり返せ、やられる前にやれ、それがヤクザの掟なのである。ヤクザとは何か。彼らが組織の存亡とメンツをかけるとき、必ず報復の血しぶきが飛ぶ。高知、大阪、兵庫、各地で市街戦が繰り広げられ、恐怖の騒乱は果てしなく続く。仁義なき血の報復6ヶ月、抗争件数123件、死者15名、負傷者36名。ヤクザとは何か。一般市民を巻き込んだ、時、場所を選ばぬ死の無差別抗争。平和な街は戦場と化した。市民を巻き添えにしてまで守り通そうとする組織とは何か。彼らが徳徳として語る任侠道とは何か。暴力団組織を解散することを要求する。我
はあの山口県の下関市ですけども、下関にはというより山口県には昔から誠に伝統のある関西初馬会に所属する、合大一家という、まあ、組があります。で近くというよりもあのもうすぐこの合大一家の4代目の襲名披露があるわけですけども、私たちはこちらへ参りまして、この暴力団とは一体何なのか、そんなに市民社会と隔絶した、つまり我々とまるでその縁のない、どうにもならない存在なのか、それとも我々自身が生み出してしまっているものなのか、つまり僕たちの中に暴力団を生み出すようなそういう気持ちというか、体質というか、社会の仕組みというか、そういうものがあるんじゃないか、それをあのいろいろこれから直に会って話を聞いてみたいと思います。まあ、僕自身の考えでは、今の例えば中央の政界におけるあのいろいろとその、合唱連行といいますか、権力者が倒れた後のあの分裂ぶりとか、あるいはその闇における取引とか、そういうのはまさに例えばこの暴力団のあの組織の中における揉め事なんかと全くそっくりなわけです。つまり僕たちはそういうものを引っかかえて今生きている。いかにも近代社会の中にいるように見えますけども、我々の中にも暴力団的な素質といったものはあるわけで、決して彼らをただ法律の上で排除するだけでは問題の解決にならないと思います。北九州市八幡黒崎地区、数多くのヤクザ組織が勢力拡大にしのぎを削る。ここは昭和30年代麻薬王国と呼ばれた。覚醒剤殺しが横行し、利権をめぐって血の抗争が幾度も繰り広げられた。ヤクザとは何か、縄張りとは何か、その素顔と実態を探る。3ヶ月にわたる潜入取材はこの町から始まった。そしてこの北九州八幡黒崎地区にこそ、山口県下関合田一家の大門を掲げる合田一家切手の武闘集団津川組が君臨している。津川組、殺しの軍団と呼ばれる。つい最近、覚醒剤中毒のグレン隊30数名を吸収した。ああ、もう待つぞ。ああ、いや、向こうにとけ、向こう。もうええんだ、ほら。よし、よし、よし。ほら、ほら、行きましょうか、ほら。ほら、津川組、全員が命知らずの特攻隊ともいう。敵対する者には武闘を持って黒崎地区の裏社会を制してきた。お前らもうええ加減にせえよ、もう。お、大変せんか、お前ら、この。いつまで俺この野郎カメラ回しやがんじゃん、このバカだろよ。津川組の構成員90名、山口県下関合田一家の北九州における出城であり、拳銃とドスで最前線の縄張りを死守してきた。このような武闘集団をいくつも抱える合田一家とはいかなる組織なのか。そして四代目襲名を前に合田一家に内部抗争はあるのか。さらに山口県警が危惧した山口組一和会の二の舞とは何を意味するのか。山口組一和会血の抗争は、男たちの果てしない権力欲とむき出しの暴力から始まった。任侠道を歌う彼らの背後に見え隠れする本当の生き様とは何か。小長さんいますか。あのお宅どちらですか。フジテレビですけども。あのご用件は。今日あのインタビューで取材の許可もらってるんですけども。あ、ちょっと待ってください。はいはい、こんにちは。いいですか。
こんにちは。これはありがとうございました。これは何ですか。このテレビ。いや、これそこのモニター映るんや。この鉄のドアでできたんですか。あ、そうよ。これなんで鉄なんですか。やっぱり襲撃とかだったら、鉄のドアに隠れたからどうしてもなるねん。襲撃。もし喧嘩があった場合とかね。そういう時に食べる。ちょっと2階上がらせてもらう。はい、どうぞ、はい、どうぞ。いいですか。どうも。はい。この階段も襲撃があった時に上がりにくいところにするようになってるんですかね、これ。はい。失礼します。フジテレビの方が見えてます。あ、こんにちは。はい、どうも。室永照人組長44歳、16歳で殺人、少年院に入る。刑務所生活15年。まあ警察の云々でですね、誰もその表に出せば、まあ警察にメンツがないということで、まあその誰も外に出せばうるさいでしょう。だから一応まあ金融のあれで、まあこの住所を出してるわけなんでしょう。私は昔はもうこうでみんな殺しの直撃インタビューを試みた。みんなこうでこれ こうして入れる感じね。ああ、こういうふうに。まあ昔十何歩ぐらいの時ですよ。みんなこういうふうにして持ってたわけ。はい。一人はないけどね。向こうも3人か4人ぐらいですよ。でこっちも3人ぐらいで。向こうからこう蹴ってバッとメンターがこう来て、お互いにこうバッと仕事なんですよ。目があったわけです。目がこうで向こうがこうで見よったって。でパッと見て、こうして取るで、こうして取る中で、パッとこうここらへん来たんですよ。多分お互いにこう見るからですね、なんかこらして、こうなったわけなんですよ。で、その時なんかこらして、向こうがその、つかみかかって、パッと来たから、なんか、何回来たのって向こうがバシッと来たんですよ。で来た時、パッと私がこう離れてですよ。なんかやりやがったなって、これをこう抜いてですね。で、パッと捕まえて、こう、パッと裂いたわけなんですよ。あの胸のとこですね。そしたら向こう相手はまだ倒れたでしょ。おでおでと、おでち倒れたわけなんですよ。その時私はまたそれを何かの皆さんにしゃがってしてこう起こしたわけなんですよ。ぐっと起こしてからまたこのもうそこの時もう無我もう何ちゅうかもうパッと登ってしまってるから、もう頭から顔からもう18箇所ぐらい刺しとるんですよ。でそこでもうばったりここに行ってしまったんですね。相手は極道です。相手は極道ですね。はい。その時やっぱり警察の調べでなんか精神鑑定2回か3回させられたんですね。精神鑑定を。はい。まあ、そのまあ異常者中ですよ。そのそういうね、人間を十何箇所もこの刺すということがね、もう異常じゃねえかって言ってですよ。はじめは木刀を持ってですね、これに6人ぐらいおっしゃってたんですよ。6人ぐらいで。でその一番初めにこうやって来た人間が黒刀となんかこのダンピラみたいなこう腰に持ちよったんですよね。ダンピラみたいな。で私はこのこういうその短い刀を腰に刺して、そしてその、まあ、黒刀を一本持ちよったんですよ。黒刀を来たということで、それで来たということ でその、まあ、逃げるように逃げるわけにいかんから、だからまあ向こうからダーッと私が2階おったから下からダーッと上がって階段上がってきて、いきなりこの木刀で頭を叩かれたんですよ。ドーンと頭だから膝がガクッとなったんですね。その時私がそのままそのもう腰から火が出たからですね、そのままパタッと倒れとったら私はもうすぐ行かれとるんですよ。次の今度はこっち来た人間がですよ、もうバーッと上がってきてるから、ここのこっち側の人間が私にいきなり振りかぶってダンピラが振りかっていうなんか来たんですよね。その時目をバッと私もうこう足がガブッとなって目バッとこう開いたわけですよ。でガーッとこのままいけんってなってバッと下がってですよ。私もいきなりもう戻ったからですね、これここに行ったから腰バッと行ったんですよ。で向こうも振りかぶっとる前からバーッと行った時に私がどっちかこっちかなんかで一回避けとるんですよ。でその時にこのここ切られちゃったんですよ。あ、そういうことで、こういう避けになったら頭がガーチまた叩き られてですね。そしたら手で避けたわけですよ。はい。で、横の人間が今度はザーッと来たわけですよ。この
これ刺された。ああ、手を貫通して胸に行ったわけです。いえいえ、これは切られて、よくないでしょ。ああ。で、これを、今度はここ。こっちが、ここに傷があるでしょ。ああ。これ。ええ。この傷をこれ、もっと入って、こう避けたところでもっと入って、これに来たんですよ。ああ。こいつに、突き抜けて。次、これが手をこうして避けんかったら、このままズボーッとも入って即死しとるんですね。で、めった切りになったわけですね。はい、もうめった切りになった。その時は。その時もこれもそうなんですよ。この腹切ったのも、命じゃないんですよ、これは。15センチ、20センチぐらいあります、ね。これは、木刀で横っ腹、木刀と、なんか戦われたんですね。叩かれて、これ内臓破裂しようやないかということで、これ開いたわけ。もうそこで私も、行かれてですよ。もう無我夢中ですね。で、一人の人間、バーッと、もう捕まえて、バスッと、もう入ってるんですよ。で、階段からブラブラとお互いに降りようとしたんですよ。でもそこで団子ですね。それももう、あとは土下になったかわからんで、やったわけなんですよ。で、私はその、私の兄弟分である、人からですね、私も僕からで瀕死の状態でしょ。で、バーッとしたら、もう相手のもんばっ、知って逃げておらんですよ。で、一人そこ死ぬったんですよ。タオルでもうバタイと、相手のやつは。ほんで、あと他のもう、それを置いて逃げたわけなんですよ、向こうのやつは。で、私はもう、その、私が刺されてるもんやから、私を病院まで、友達を運んで、そのまま私は病院、意識不明になってですよ。病院に入っちゃったんですね。はい。で、この、あとはこの、また、この、ここを刺されてですよ。その、神経が消えてるわけなんですよ。この、こう、神経とか、この指のこの神経とか。今でもまだこの痺れるんですよ。この2本ですかね。神経が切れて、その神経を、こう、パチンと三線みたいな糸が、ピッと切れてるんですよ。これを手術するのに、やっぱり4時間ぐらいかかったんですね。麻酔なしなんですよ。神経やから。から神経、その、こう、切開して開いて、その神経一本ずつ、こう、引っ張って繋ぐんですよ。そうすると神経中の先生と手術しながら、こう、会話をしながら、せないわけですよ。これはどうかね、これはどうかね。生身の体をピンセットでどれこれしたらもう全部痛い。さ神経中のやつよ。ちょっとさ、ビッと引っ張ったら、もう頭の先から、この先までビーンとその電気がですね、走ったみたいな。酒、女、博打は一切やらない。家庭に妻と5歳の娘がいる。その妻は、喧嘩にはもう慣れましたと笑った。結婚して8年。夫がヤクザであることを、近所の人は薄々気づいている。死を恐れる者、極道都政で生きる資格なしと言い切る諸長組長。極道に妻子は不要といった故山口組四代目竹中正久組長の言葉を彼はどう聞いたであろう。少年院を振り出しに振り返ることなく歩いてきたヤクザの道。長い刑務所暮らしで郷田一家での出世は遅れた。おそらくこの人物ほど一家を守るために犠牲となった者はいないであろう。しかもこの7月、また恐喝の罪で2年間の刑務所生活が待っている。